だ、こんにちは、しためくせやの石田だ。一流の竹の。一流一流のジョ。二流の竹井。ということで、紹介の100回の出てきは、ショーってことなんですけどね。はい。今日、見ての通り、僕たち、ジョーラです。ほな、何やるかわかりますね。わからない人のために、しょうがないんで説明します。しゃあなしだね。しゃあなしだ。夏じゃないですか、今。はい、夏になったら、皆さん嫌ですよね。日焼け。特に女性の皆さん、日焼けを防ぐために皆さんやってることあると思うんですよ。日焼け止めを塗ること。実際のところ、日焼け止め塗った時と塗ってない時、同じ日光量にさらされたらどんな差が出るんか知ってます？ここで学んでください。ってことで、僕たち今日、ここが日焼け止め、ここが何もなし、ここがサンオイル、こういったように3段階に分けて、でまず、あ、今から1時間、このね、直射日光を潰り届く中、寝そべってどうなるか、まあ、これを検証していきたいと思います。ということでやっていきまーしょん。ということで今からね、はい、この下の方にこのサンオイルを、塗りすぎじゃん。上の方に日焼け止め、塗っていきまーす。結果しっかり出るよね。しっかりめに塗っていくね。うるさいなぁ。塗りきなさいよね。このサバがよ。何がサバやねん。僕たち2人もう塗り終わってるんで、うんうん、まあここから1時間寝そべっていきたいと思います。はい、ということでね、今から1時間、まあ、こんな感じで、背中だけ焼いていきたいと思います。結果お楽しみに。バイバーイ。バイバイした感じ。1分経ちました。どうすか？暑い。間違いない。燃えてんもん、はい、背中。なんか知らんけど。MacBook も熱い。時間の潰れてる未来も見えたもんね。それは草。あ、ってことで、頑張っていきまーす。バイバーイ。バイバイしたらあかんねん。はい、30分経ちました。はい。まあ、ペン15の時も言ってたんですけど、とにかく暑いっすね。今日最高気温は45度らしいから、死んでまうかもしれない。ただ、やっぱりもう汗がダラダラ出てきてんのと、僕一生懸命概要欄書いてるんですけど、こいつら不要手としてるんで、正直信じられない気持ちですね。頑張ってください。はい、頑張ります。バイバイ。バイバイちゃうね。はい、ということでね、まあ最初は1時間って言ったんですけど、なんか僕たちこう日向ぼっこしてる間に気持ちが乗ってきて2時間背中焼いていったんですけど、まあ今のところまあこう変化はちょびっとぐらい見えるか見えへんかぐらいの感じで、まあこうほんまに言うような感じなんですけど、まあね、日焼けって、そんな日浴びて、1時間後に出てくるもんじゃないじゃないですか。いつもその日の夜あたり赤くなって、明日黒くなってるみたいなもんなんで。とりあえずまあね、明日の朝、もう一回、どんぐらい変化あるか、見ていきたいと思います。ではまた明日の朝、お会いしましょう。バイバーイ。バイバイはあかんねん。はい、ってことでね、夜になりました。まあ夜になったということは、そろそろ日焼けの跡が出てくる頃なんじゃないですか？どう？どう？背中見えてない。まあね、人間自分の背中見えないんですけれども、なんか動画で写して綺麗に写るかわかんないんで、とりあえず僕たちの背中の写真まで、3、2、1。あげてきた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 。はい、ということでね、僕たちの背中の写真見てもらったと思います。僕ね、一個だけね、怒ってることがあるんですよ。誰ですか、僕の背中にあんな適当に日焼け止め塗ったの。ポージングしてる場合じゃないです。誰ですか。武井です。はい、そうです。イケボで言っても無理。はい、まあ、武井はね、後でね、あの裏の声でしばくんですけれども。まあね、そんなことは置いといて、どうでした実際。まあ、日焼け止め塗ったところ、めちゃめちゃ綺麗に白かったです。うん、もうさすがに日焼け止めすごいわ。うん、で、ジャーダのとこ、揃いも揃ったらよかったね。なんか、しかもちょっとひりついて痛いしな。間違いない。ちょっとジャーダのゾーンだけ、なんか、痛かゆみがあるんですよ。で、サンオイルのところ、うん、ここはマジでなんか、日焼け止めとこと変わらないですね。変わらんな。まあ、今後、まあ、サンオイル効果的に、綺麗に黒くなるかもしれないですけど、うん、現状、日焼け止めとサンオイルのところは変わらず、ジャーダはひりついてる。ほんでも地肌のところだけ真っ赤になる。まあどんな生き方になるのか分かんないし、うん、もうこの動画は終わるんですけど。ということで僕たちの反乱も見納めです。ぶっちゃけた話、このエンディング
なんで半裸やったんか分かんないけど、まあね、また来年ぐらいだと僕らの半裸見れるんで、楽しみにしておいてください。はい、ではまたお会いしましょう。グッバイ。